よせせハロー YouTube、 どうもちゃこです。今日は皆さんにご報告があります。先に言っておくと悪いことじゃ全然ないです。ご報告と皆さんへのメッセージ、今日は話したいと思います。まずですね、ご報告させていただきます。この度7月より実は事務所に所属していました。いや、どこの事務所やお前と。2ヶ月前ぐらいに事務所辞めたやないかという。実はですね、インフルエンサー事務所にですね、この度は所属させていただきました。リーディングコミュニケーションさんというね、事務所なんですけど、まあ結構 TikTok が強めな事務所ではあるんですけど、まあ今クリエイターが60人ぐらいですかね。サンミュージックを辞めてですね、その2ヶ月ぐらい経った後にですね、僕のインスタの DM にですね、興味ないですかという TikTok 見させていただきましたみたいな感じのコメントが来て、そっから会社の方と連絡取って、いろいろその会社のどういう感じですよとか聞いて、そして数日ちょっと経ってから、ぜひお願いしますと言いました。そして契約して所属という形です。なわけなんですけど、まあこれが本当にね、もういい方向に悪い方向にとか転ぶかはもう全くわかりません。でもやっぱりね、今事務所入んないっていう人も多いんですけど、まあ、書き寄せはやっぱりこう一人で編集して動画撮ってとかやってて、やっぱり誰かのちょっとサポートとかアドバイスとかいろいろ欲しいなと思って、今回事務所入るという決断をしたんですが、 TikTok もどっちも頑張っていきたいなと僕は思ってるので頑張りたいと思います。で、結構コメントとかで来てたんですけど、ファンレターとか贈り物どこに送ればいいですかっていうの結構来てたんですよ、事務所辞めてから。この度事務所に入ったということでですね、こちら事務所の方概要欄とこちらの方に書いておきました。こちらの住所に事務所さんに送っていただければ OK、 安全よせまるです。皆さんよろしくお願いします。恵んでいただけるものがあればもうぜひぜひ、もうね、もしかしたら動画で使うかもですし、ありがたいというもう誠心誠意の気持ちで受け取らせていただきますので、よろしいです。で、あと最後皆さんメッセージですね。まあ最近 YouTube、投稿とかで結構頑張ってるんですけど、頑張ってる方なんですけど、まあまだバイトとの掛け持ちという状況です。YouTube 結構伸びるとき伸びないとき、差が激しいんですけど、より一層この視聴者の人と一緒に頑張りたいなって僕本当に思ってまして、今これ初めて見たよっていう方も、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、これから本当にお願いします。本当に皆さんのもうそれがね、糧になるんで、あと企画とかもね、こういうのやってほしいなとかあったらぜひこちらの方にね、コメントとかガンガン書き込んじゃっていいのでね、 LDH とかのネタ以外ももちろんやっていきたいなと思ってます。まあ結構ね、最近上げてはいるんですけど、やっぱりあまりね、こう伸びない時が多いので、よかったら皆さん、その LDH じゃない動画も面白い動画を作っていくので、全然片寄せのネタじゃねえなとか、 EXILE のネタじゃねえ動画だなって思うかもしれないんですけど、そういう動画でも見て高評価コメントをぜひお願いします。地道な戦いになっていきます。この大海原、今もういろんな方がいますけど、皆さんのパワーが本当に必要なので、これからも皆さん事務所にありましたが、もっともっと、駆け寄せるようなことチャコは伸びたいので、よろしくお願いします。というわけで今日はお疲れ様でした。大丈夫。